Thank you.
つは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を食うためなら盗みも殺しも厭わないんだ。家族が多いんだ。手に入りにくいものが揃ってますよ。さあご覧ください。素材が足りないようですね。桃田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそうだ。それは違う。俺は崖からお手伝いできることは。仲良くやっていこうな。
しの湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。何かご入り用でしょうか。礼を言う。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられ、穏やかに過ごすことはあるのか。なんという変わりよう。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。ご養生は大切でございますよ。湯に浸かり、戦に備えたお体をお作りください。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったのね。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。あの、先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。いざとなれば舌を噛み切ってやる。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。俺に勇気があったら浜に忍び込んで売れそうなものを盗んで。
石川先生の道場。戦いがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。し射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な伊織。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望と。
振動よ。尋常に勝負。猛虎は殺す。ジャークマン、トゾクジャワツ。うそれは酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡。わずかだが死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛むわ。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。集中せんか。今のは肩慣らし。
さらに遠くの的ではどうかの。どう思った？手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。だぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。
にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。俺を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。巻物、猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。おなごの衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。この矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。助けてくれ。聞こえたか。島の者です。誰かお助けを。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み願い。頼む。いてえよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。
しておれば。なんと。自由を得るため、お前は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。志村様は殺されない。どうしてわかるの。かけがえのないお方だから、駆け引きに使うこと。さあどうぞ見ていってくださいよ。これほどの品はありません。
さあどうぞ。恐れながら数が足りませんね。また頼むぞ。目的を達せられますよ。あとどれほど耐えられるだろう。手に入りにくいものが揃ってますよ。お役に立てば幸いです。素材が足りないようですね。どうかお気をつけください。何かがいつもと違う気がする。何かご入り用でしょうか。材木、布を扱います。神様の木からホラガイのような音が聞こえた。何か聞こえた。よし、先祖지금하고제유왔어오지
した。橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて下から矢を射始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。
で最後だ。文太を助ければ。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう当たってよいぞ。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。他の奴らを集めよう。武具を探すのだ。何の意味がある。どうせ文句が立つ。侍は死んだんだ。弓を見て差し上げましょうか。弓を強くいたしませんか。こちらでいかがでしょう。天下無双の弓ですよ。助かった。酒井様、ご無事で。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。鋭さと切れ味が増しました。酒井様、十分な素材をお持ちください。またいつでもお越しください。死なずに済むといいね。
波しぶきを感じたり、潮風が恋しい。島中を猛虎に奪われてるのに潮風が恋しいだろ。気晴らしだった。酒井様、実は一つだけ猛虎に感謝してる。猛虎は空から火を降らせて、ひどい光景だ。みたいな。ソラ、足立家の親方、雅子殿がおるはず。雅子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。調べるか。何者かが押し入ったか。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。手がかりはない。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。しっ、さ、馬屋は空だ。誰かが奪ったか。蹄の跡、逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。弓兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。雅子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、
討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。
この寺が民の助けになればと広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿からことづてだ。和田家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。クロード様が技の裏に入ったらしい。どんな鎧でも結構です。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございます。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。さあ私にお任せください。もうこの刃は通しません。では。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。
私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで、おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ、見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。聞こえた。
士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。誰が相手だ。その太刀すー、我が一族の敵。もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。